本来はでかい方が可愛いんだけど、もうガチの人もって。はい、始まりました。素人の女の子に柔道させて、来年試合に出てもらうっていう。で、団体戦3人戦なの。1人目が花江ちゃんっていう人で、その次がほのかちゃんっていう人で、今回はヒョンちゃん。ヒョンです。よろしくお願いします。関西弁なんですよ、まず。そこでちょっとね、親近感ありますよね。ちょっとネックレスしてるやん。綺麗なネックレスしてて、あんた。でも、柔術やったことあるもんな。体験みたいな。体験柔術。寝技の選手なんですよ。前の2人は結構王道な柔道してた。内股だったりとか背負い投げって、結構こうベーシックというかこう王道な柔道してたけど、ヒョンちゃんの場合はむちゃくちゃヨーロッパスタイルですから。定期的にその3人集めて強豪の大学とか練習行ったりとか、めっちゃ楽しい。いろいろしていくんで、よろしくお願いします。頑張ります。ってください。頑張れ。あの柔道は礼に始まり礼に終わるって言われてる。で、こう左足から出る。左足で右足。掛け声をちょっと決めてんねやか、何にしたい。よし。よしみたいな。じゃあよしにしてる。よし。そう。よーしって言って。よーし。そう。お願いします。で、左に。はじめ。よーし。好きです。ヨーロッパスタイルやから、もう基本的に、まあ、一応右組ではあるけど、もうこうやって持つことはまあないと思って、これから。もう住み返しとか行った方がいいし。いけるの、それ勝てるんじゃん。勝てる勝てる、だよ、こういう技。背中で。そうそうそう。で、こうやな。そうそうそう。そうそう。まあ、普通でこうやねんけど、こう持って、もうこう、寝技。いやいや。そう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 。わかった。まあ、ヒョン、柔術やったことあるから、これで崩して寝技いけたの。で、そのまま座りながら、そうそう。おお。そう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 。分かってきたよ。今から教える巴投げも先に自分から選択する。初めて言ったらもうこう持っちゃう、ここ両脇、で相手はどうする。普通に持つじゃん、こういうとこ持つじゃん。その時にこのまま巴投げ、そうそう、そこでそのまま寝転がって、そう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 、いい、そうそうそう、うまいですね。うまい、そうそう、本物で、本物や、本物で、おー、そう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 、いいよ、めっちゃうまい。こうやってやられたらみんなピンバリから、こうやってやられたことないから、あ、やべやべと思ってここら辺持ってるから、その瞬間止まる。おー、おー、すごい、すごいじゃん。楽しいし、割楽しい、割楽しい。じゃあ次、寝技な、寝技な、で積み返しとか巴投げ行くから下になることが多いの。下からの十字を教えるわ。例えばハンガーがこうやってこうなって巴行くやん、で相手に踏ん張られる、グッて腰落として踏ん張られたら、このまま十字、OK? これ痛いの、痛い、この練習しようか、OK? で巴行くで、こうやって踏ん張られる。で、その時にこの手を持って、この手をここに持ってくる。そうそうそう。で、さっき手にしよう。こう。痛い、そうそう。こっちの足で。こう。これ止めかけて。止めかけて、踏ん張られたら。あ、そう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 。そうそうそう。で、親指です。そう、親指上でグッとこの、その、あの、それあんま言いにくいけど、そのここをガン突き上げるみたいな、やってみて、一人で。いやいやいや、ちょ練習やん。寝て寝て。6回6セット。めっちゃやつ。そう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 。で、こうやって十字の、で、そうそう、で、もっとこう、そうそうそう、それをずーっとやっておいてください。
しんどい。これが基本的にもう誰もがやってる練習やから、うん、左に、あ、違う、違う、そのまま入ってくるんですよ。そのまま入ってきて、で、左に始め。よーし、よーし、来い。これめっちゃいいやん、めっちゃいい、逃げ逃げ逃げ。よし。はい、どうでした、ひょんちゃん。めっちゃ楽しかったです。これやらないと分かんないよ、うん、楽しかった、今日、うん、またやろうね、うんうん、頑張りますよ、せーの、頑張ります。